クルトレビンクルトレビンは心理学者。ドイツのモギルの生まれでユダヤ系。サイガルニク効果の研究や教会人の概念の提唱で知られる。ゲシュタルト心理学を社会心理学に応用しトポロジー心理学を提唱した。ベルリン大学の哲学と心理学の教授を務めていたがナチスの政権掌握でユダヤ人の学者は大学から追放された。 海外に出ていた彼は1933年8月にアメリカに亡命し1940年にアメリカの市民権を取得したコーネル大学教授を務めマサチューセッツ工科大学にグループダイナミクス研究所を創設した社会心理学の父と呼ばれアイオワ大学の博士課程でレオンフェスティンガーなどを指導したリーダーシップスタイルとその影響の研究 集団での意思決定の研究、上の理論や変革マネジメントの回答、変化、再凍結モデルの考案、アクションリサーチという研究方式、グループダイナミクスによる訓練方法など、その業績は多方面にわたる。1947年、マサチューセッツ収入トンビルで死去。ありがとうございます。